はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。皆さんは、モグラって見たことありますか？はい、想像できない方いると思うんですけど、これを想像したら、ダメです。こちらはモグラではないので、はい。なんですけど、ちょっとなんていう名前かわかんないので、今回こちら、モグラカップを、やっていきたいと思います。それでは、行きましょう。グリーンヒルゾーンです。はい、来ました。なんか、ジェンガブロックがいっぱい積まれてますね、これは。ちょっとかなりジェンガが好きそうな場所ですけど、やりましょう。はい、第一レース目、グリーンヒルゾーン、やっていきましょう。さあ、なんかナイアガラの音ナイアガラの滝も流れてますねって言った瞬間に、はい、ちょっと壁ドンしてしまいました。なんかみんな壁と愛し合ってましたね、これは。ちょっとドッスンが整列してますけど、これは。このなんか、投げ輪に当たったらアイテムが取れるみたいで、ちょっと待って。どうなってるんでしょうか。ちょっと待ってください。何なんでしょうか、この VS 嵐のボーリングのゲームみたいな仕掛けは。ちょっと待ってください。。こっちでいい、今下がってますね、これは。どう行けばいいんでしょうか、あそこは。ちょっと、かなりこれ怖いですけど。右、行けば、ちょっと待ってください。ごめんなさい。ちょっと、これどう行けばいいんでしょう。こうですかね。ちょっと待って。待ってください。済みましたよ、これは。まずいです。落ちればいいんでしょうか。これ、下が正解。あ、わかりました。下が正解だったみたいです。はい。あそこに登った時点でもう論外だったみたいです、これは。よいしょ。とりあえず、ここ、こう行くみたいですね。行きましょう。ちょっとかなり遅れを取ってしまったんで。はい、もう進んで行きましょう。ここは直線、どんどんすれば OK なんで。とりあえず、ポテコを、はい、取ってキラー取りました。どうやらこれはポテコからアイテムがもらえるみたいですね、これは。よいしょ。このステージ、なかなかに、はい、面白いですね。ちょっとすんごいなんか髪の毛を染めていたドッスンがいましたけど。ああやっていくみたいですね。はい。ちょっとなんかキラーがカーナビみたいになってますけど、これは。ちょっとカーナビに従って今度から進んでいきたいと思います。で、なんだかんだ言いながらもう1位行きました。はい。覚えれば簡単です、こちら。とりあえずどんどんポテコを取っていきましょう。はい。ちょっとトーハトに貢献しましょう。トーハトさん結構喜ぶかもしれません。よいしょ。はい。なんか攻撃してきましたね。じゃあラウンド1しましょう。ちょっと待ってください。なぜいけなかったのかというとですね。実は、キラーに運んでもらってたんですよね。はい。キラーに運んでもらってたので、自分の生き方がようわからなかったです。はい。ちょっとカーナビに頼りすぎたらこんなことになりますよということを、はい、わかりました。今度からカーナビには頼らないように行きます。よいしょ。さて、なんかすんごい不良みたいなドッスンですね、これは。さて、これこうですね。ちょっと待ってください、待ってください。ここ乗った時点で終わりみたいですね、なんか。はい。ここじゃなくて、左から、こう、ちょ、待って、あれ待ってくださいね。これは、ほんと、どう行けばいいんでしょうか。ここで、右に、こう、行って、あ、わかりました。こうやって行けばいいみたいですね、こちらは。ちょっと、なんかさっきはまぐれで行ったみたいですけど。よいしょ。やはり、カーナビが欲しいぐらいですね、これは。とりあえず、ポテコに、頼りましょう。よいしょ、どんどん行きましょう。はい。ちょっとこのマッシュルームエネルギーを使いながら、
さあ、これ抜けるんでしょうか。あと一人ですね。つい左です。はい。踏まれたりしてませんね。ちょっと1位の方、どこにいるんでしょうか。なんか一人でポテコ食いまくってましたけど。1位の方は、JR でしたね。はい。JR の社長さんが1位でした。はい。3位の方は、ちょっとポテコ全部食べそうな方ですけど、あと3レース行きたいと思います。はい、第2レース目はサンセット荒野です。こちらのステージはなんかパート1か2か3か4か5ら辺で走ったことありますね。やっていきましょう。さて、パックンフラワーみたいな、はい、あのコースなんですよね、こちらは。さて、行きましょう。右、はい、パックンフラワーの形です。まあ、なんとなくパックマンにも見えそうな気がするんですけど、よいしょ。さあ、ここのステージは行きます。ちょっと野宿している兵法がいるんですよ、ここは。はい。なので、ちょっと民宿の邪魔をしましょう。こうやって暴走して、寝ている、はい、このテントの中の人たちを起こしましょう。よいしょ。じゃあ、ここは右行きます。よいしょ。ここはこういうショートカットがあるんで、はい。よいしょ。こちらはもう行けます。OK です。さて、だんだんと太陽が、ちょっと沈んでいきますね。ちょっと、帰宅する時間みたいです。ちょっと定時なんで帰らせていただきますという感じで。どんどん太陽が減っていくので、よいしょ。あ、3周目になったら暗くなると思います、こちら。よいしょ。とりあえずここは砂漠化が進んでますね。かなりなんかアフリカの下ら辺のようなコースですけど、よいしょ。これ踏んでいきましょう、よいしょ。ちょっと暴走して、就寝時間の方たちを叩き起こしましょう。よいしょ。さて、ここでちょっとラウンド1しましょうか。こんな、ど田舎でもラウンド1の精神を忘れないという、どんだけボーリング依存症なんでしょうか、この方は。よいしょ。さて、ダントツ1位ですね、やはり。もう GBA は何回もやり込んできたんで、もういけるんですよね。なんか体が覚えてます。ゲームボーイアドバンスのマリカは、本当にもう、熱出した時とかに、親がいる、親が、目離してる隙を伺ってまでやってましたから。はい。親にバレたら怒られるんで、そんな熱出してんのに、みたいな。はい。なので、親が見てない隙にやってました、これは。なので、思い出深いゲームなんですけど。やりました、OK です。はい。なんとか1位で行きました。さあ、順位は、JR さんの社長を抜いて1位行きましたね。OK です。それでは、あと2レース行きましょう。はい、第3レース目は、シャイニングタウンというところです。なんか、またしても、太平洋、大西洋とか映してましたね。さて、やっていきましょう。なんかものすごい平和が訪れたコースですね、これは。ちょっとかなり楽しそうですけど、ちょっとこの前にいる、はい、この家の方に許可もらってるんでしょうか、これは。ちょっと許可もらわないとこんな平和なとこ暴走しないでくれんかねって言われそうですよね。ちょっと重いです。重いです、はい。ちょっとまさかの管理人が時空を緩めましたね、これは。とりあえず行きましょう。ちょっと、マックシェイクに取り憑かれている方がいましたので、はい。ちょっと、危ないですね。かなりマックシェイクが近づいてきてるんで。よいしょ。まんまとかかりましたね。はい。まさかの管理人さんが置き土産したみたいです。よいしょ、なんか攻撃してきました。JR さんが脱線させようとしてきますね、これは。せっかく走っているんですけど。さて、行けます。はい。ここのコースもなんとか行けますね。
さて、ちょ、管理人さんに、はい、農産物をプレゼントしましょう。ちょっと取れたてほやほやの、バナナですよ、という感じで、取れたてほやほやのバナナを置いときましょう。ちょっとこれで、はい、困らないかもしれません。自宅の前にゴミ捨てときましょう。やりました。最後頭がバーンで終わりましたね。はい。さて、相変わらず順位は変わらずというところです。この JR さんが、ヨッシーに抜かされそうなんですけどね。はい、それではあと1レースやっていきたいと思います。はい、ファイナルレースは DK スノーマウンテンです。こちら懐かしいですね、なんか。はい、かなり懐かしいです。マリオカート DS は、はい、もう一番欲しかったソフトだったんですよね、当時。なのに親に買ってと言ったら、マリオカートアドバンスが、DS だと勘違いしてたみたいで、はい。まさかの DS じゃなくてアドバンス買ってきたんですよね。はい。なので、もう仕方なく、俺も、それが DS だと思い込んでたんで、はい。DS 買ってきたよって言われたら、そりゃ DS だと思いますよ。はい。なので、もうそれを DS だと信じ込みながら、やってました、サンセット砂漠を。サンセット荒野をそれで、やり込んでました。はい。なので、かなりその二つのソフトは、思い出があるんですけど。よいしょ。さて、危ないです。危ないです。よいしょ。さて、じゃあ、冷凍バナナ作りましょうか。バナナキャンデーでも作りましょう。こちらに置いて。さて、こう、どんどん山を、はい。登山しましょう。マウンテンバイクですね。これが本当の。これが本当のマウンテンバイクという感じです。さて、雪玉が降ってくるんで避けましょう。よいしょ。さあ、やはり知ってるコースがこうも続くと、なかなかぐだらないですね、今回は。って言った瞬間壁と愛し合ったんですけど。よいしょ。まあ、正しい行き方はちょっと忘れたんですけどね。よいしょ。かなりフローズンですね、これは。フローズンロードっていう感じです。さて、冷凍バナナはできてるんでしょうか？まだ生でしたね。はい。ちょっとまだ熟成中みたいでした。よいしょ。じゃあこの辺でまたしてもラウンド1しましょう。あれ？遭難者が2名いますね、これは。ちょっとレスキュー隊に報告しないといけない感じですけど。かなり、はい。遭難してますね、これは。大丈夫でしょうか？後ろから見守りましょう。よいしょ。まあ、大丈夫そうなんで、はい。オッケーですね。しかも、地味に早かったという。はい。よいしょ。さて、じゃあ、この辺で、おっと、危ないです。あ、最低ですね、この方。ちょっと当てなかったから、まあ、いいものの、ちょっと、遭難者にまたしても追い打ちをかけるという。まさかの JR さん脱線したみたいです、こちら。12位でした。はい、やりました。なんとか今回、まさかの1位、2位、1位、1位という、はい、奇跡的な感じでしたけど。あ、最初が2位でしたね。はい。最初2位であと1位でしたけど。今回はこちらで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録をすると、僕の動画がアップされた時に、探す時間をかけずに、瞬時に見ることができます。肝心の登録方法は、パソコンで見ている方は、画面上に出てる、このチャンネル登録というボタンを押してください。で、スマートフォン、タブレットで見てる方は、この動画タイトル下のチャンネル登録と書いてある赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。